来ちゃった。アキホももう1歳か。子供の成長は早いですね。成長は嬉しいけど、いつかパパ嫌いってならないかな。ご安心ください。この DVD で研究しました。うん、それ違うパパだ。ああ、顔がべちゃべちゃに。アキホ、ちゃんとしなきゃダメよ。まだ1歳だし、多めに見てあげなよ。こういう時は上目遣いで、いっぱい出たねって言うのよ。1歳に何教えてる？篠崎さん、おいくつ？あ、はい、今年で17歳に、って、あ、お砂糖。ゴムの所持数はおいくつ？紅茶入れながら聞く話ですか？うちは、アキホ一人なので、妹、考えた方が良いでしょうか？僕に聞かれましても。では、どんな体位ですれば妹が生まれやすいでしょうか？僕に聞かれましても。これは4歳の時ですね。相変わらず本を読むことが好きなんですね。そうですね、特にエキサイト本とか。1年で何があったんですか？アキホ、髪が破れたくらいで泣いてはダメよ。おお、さすがは母親だな。膜が破れる時はもっと泣きたくなるのだから。やめなさい。そのポーズはもしやスタンダードポジション。夏夫さん、アキホには才能があるやもです。ああ、何の才能かは知らんが、聞かない方が良さそうだな。お昼がまだなんです。アキホさんと一緒に食べるつもりで。そうだ、お母さんもご一緒に。私も一緒に。なるほど、篠崎さんは人妻もいけるのですね。どうぞ、親子丼です。このタイミングで？すみません、お嫌いでしたか？ああ、いや、大丈夫、大好きだよ、親子丼。やはりお好きでしたか、親子丼。一旦話を整理しましょう。もしかして高坂さんのお父さんでは？そうだが。お父さん、はじめまして、篠崎遥です。今後ともよろしくお願いいたします。ああ。そっちの親子丼が狙いですか？オーイエー。オーイエー。違う！篠崎くん。お父さん。君もいろいろ大変だと思うが。変態だと思う？違う！何か手伝えることはないか？でしたら、粘り気のチェックをお願いします。どんなおもてなしをするつもりなんだ？アキホも初デートか。思い出すな、俺と冬美も初デートはやっぱり映画だったんだ。はい、ただ残念なのは、あの頃私たちが行ったようなエキサイト映画館が今はなく。俺たちも行ってないけどね。一生懸命ですね。そう、例えば苦くて喉に引っかかるようなものでも一生懸命に飲み込めば。待て、それは早すぎる。高坂さん。ああ、水分が染み渡ります。こんなところで聖水プレイを。高坂家の遺伝子。なるほど、そういうことでしたか。分かっていただけてよかったです。篠崎さんが3人で聖水。やはりしたかったのですね。しかも親子丼で。聞いて早く。時の流れは早いもんだ。こう目を閉じると昔の思い出が蘇るな。タッコ。本当に子作り中の夏夫さんったら。アキホとの思い出でよろしく。見てください、夏夫さん、ゾウです、ゾウ。昔からお前はゾウが好きだよな。はい、大きくてたくましくて勢いよく噴射するところなど大好きです。可愛いですね、パンダの赤ちゃん。ああ、飲んだり甘えたりするところを見てるとあんまり人間と変わらないよな。すみません、お酒が入るとつい。あ、赤ちゃんの話だ。すまんな、ちょっと動いただけでこれだ。歳は取りたくないもんだ。体は弱くなるし、すぐ疲れるし。いえ、でもその分テクニックの向上が。あ、話の論点ずれてるぞ。お母さん。あら、迷子でしょうか。よしよし、心配ないですよ。あれが猿の交尾ですよ。おーイエーイ。迷子のお子さんをお探しの方。
あかゆい。蚊に食われましたか？かゆくないならいくらでも吸っていいんだけど。うちの母も言っていました。痛くないならいくらでも吸っていいと。それ多分蚊の話じゃないね。いつも一緒にいるだけに明穂がいないと寂しいな。お父さん、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 さようなら。私は夏夫さんのサイズで満足してますから。悩んでたのそれじゃないから。私がずっとそばにおりますから。何か言ってください。すまん、普通の返答が来るとは思わなくて。夕日の中夜